レディオアンコールパスコードスペシャル。レディオアンコールパスコードスペシャルをお届けします。最後までお楽しみください。改めましてパスコードの南直です。高島楓です。大神ひな子です。有馬えみりです。先ほどアンコールの取材を終えたばかりなんですが、いろいろな話をたっぷりとしましたね。本当にした、本当にリリースを、ね、させてもらうということで、こうやってたくさん話せる機会をいただけるのすごく嬉しいんで、ぜひぜひ読んでみてほしいなと思うんですけど、取材を受けて話し足りないことないですか？大丈夫？もう多分全部喋っていっぱい喋った、大丈夫だ。でもなんか、あのせっかくやから掘り出し物の話とかないの？掘り出し物、あ、スタジオめっちゃ遠かったね、駅から。スタジオ？何のスタジオ？レコーディングスタジオ。あ、歩いた？歩いたこともある。歩いたこともある、歩いたこともある。え、みんなタクシー乗っちゃった。ずるい。乗ってたやんか。乗ってたやんか。でもあれは、絶対乗るべき距離やと思う。そうやんな。だってスタッフさんとかにも、え、歩いたん？って驚かれたもん。歩いた？歩いた。あ、でも歩いたら30分かかるって書いてたで。だからそれ見て、あ、タクシー。私もタクシー。すごかった。え、なんか30分さ、ちょっとお散歩がてらって思ったんやけどさ、なんかほんまに30分やった。そうそうやったな。歩いて30分ってさ、1キロ以上あるってことやろ？2キロぐらい。2キロ歩いた？レコーディング前に。喉休めや。喉休め。喉掴まんで。休めて。はい、ということで、ぜひインタビュー記事もチェックしてくださいね。お願いします。それではここからはアンコール編集部からの質問に答えていきたいと思います。最近ハマってるものがあったら、ハマったら抜け出せないことはとかありますけど、なんかハマってるものとかある？ひなちゃん、パンちゃん。はい、大神はもう食べ物でこのジャンルにハマったら、とことんハマってしまう性格で、今も好きなんですけど、数年前だったらカレーにハマったら、もう大阪のスパイスカレー屋さんに毎週行ったりとか。さ、一回さ、あのかえちゃんとあのご飯食べに行って、あの下のなんか広場みたいな、ショッピングセンターの広場みたいなところでカレーフェスみたいなのやってたよね。そうそう、出店みたいな感じでやってて、そこになんかあの通り過ぎたら、ひな子が一人でカレー食べててびっくりした。グルメすぎるよ。あの黙々と美味しいと思ってカレー一人で食べてて、パッて目の前見たらメンバーがじーってこちら見つめてて、めっちゃ恥ずかしかった。そういうこともありつつな。カレー食べに行っただけやから、誰かを誘うとかそういう、そうそうそう、発想なかった。カレーが主役やったから、その日は。最近の主役はパンなん？で、最近はパンで、もう特にもうベーグルに大ハマりしてる。よくインスタで見るひな子。もうさ、やっぱハマったらさ、調べれば調べるほどお店があるんよ。そう、出てくるから。一番気持ち悪いのはさ、あの福岡でライブがあったんやけど、その前日に早入りして、あのパン屋さん巡ってて、え、気持ち悪い。気持ち悪い。ホテルまで撮って。しかもパン屋さんってさ、なんか早いねんな。そうそうそう、朝が。で、あのだから次の日に入れば本当は間に合うから、大阪からやったから。だからなんか、まあ夜とかに行ったんかなと思ったら、そのパンのために朝から行ってて、夜はずっとホテルにおったって聞いて。そうなんです。もうライブの日より早く起きたもん。8時前の新幹線に乗って福岡に向かいましたね。本気すぎるわ、ちょっとそれは。ハマっちゃう。なんかこれみたいなやつあったら話してほしいんやけど。かえちゃんさ、最近ゲームハマってる？確かに。そうなんです、ゲームにハマりすぎて配信まで始めちゃって。そうやね。実は昨日ライブだったんですけど、あのみんなでご飯行くって言ってたじゃないですか。でも私だけ帰ったんですよ。帰ってゲームしました。最悪。ごめんなさい。
け虫に帰ったんか。だから今日眠そうなんやろ。あ、ごめんなさい、バレた。でも今日もね、帰ったらゲームします。元気。でもそんだけハマってるんや、やっぱり。そう、やっぱ心の癒しなんですよね、ゲームは。えみちゃんなんかハマってる？え、でもそれで言うと、えみも PS5 買った。うん、あ、言ってたね、うん。でもね、なんか最近ライブがたくさんあったりして、なかなかできてないから、一緒にやろう、今度。やろう、ライブあってもできる。あ、ちょっとそれはゲーム好きすぎガチかも。やりましょうね、みなみちゃんなんかないの？みなみちゃんあるね。なになに？あの、私も同じものばっか食べるんだけど、確かにひなこはその同じものでもパンっていうやつの中でいろんな店に行っていろんなパンを食べるやん。私はそうじゃなくて、本当に同じものばっか食べ続けるタイプ。同じ商品とか。そう。で、あの最近あの3000円くらいする焼肉弁当があって、よく聞く。聞くな。聞くわ。なんかほんまにめっちゃ美味しいね。なんか頑張って何か頑張った日に、うん、ちょっとなんか贅沢しちゃおうと思って、あのウーバーイーツで頼んで、届けてもらって、もう家で悠々自適ゆっくり食べて、で最近なんかあの効率重視な女やから、あの夜ご飯用に、まあ、昼とかやったら夜ご飯用にチャプチェまで頼んどくねん、その店で。なんか夜はチャプチェ食べてる。一回で済ませんや。一回に済ませてるねんな。だからなんかハマったら私もとことん同じもの食べたりするかなって感じがするけど。あと、これをしないと気が済まないということとかありますか？ひなこは？これをしないと？これをしないとは、朝に、ヨガをしないと気が済まない。やってるな。健康やな。ほんまに。早起きやし。そう、でも遠征中とかでさ、ホテルとかなるとやっぱりベッドの上しかないから、ヨガできない日が続くやんか。その時はちょっとうずうずする。へぇー。3日ぐらいできなかったら。なんかさ、ひなことかえちゃんコロナ禍になってさ、ヨガ通ってたやん。通った。かえではヨガどうなってる？私全然しなくて大丈夫な体です。しなくて大丈夫な体です。しなくて大丈夫です。全然大丈夫。で済んで大丈夫って。ほんま。大丈夫？かえちゃんは気すまんないことある？気すまんないこと。最近、あの、お風呂の湯船に浸かるようになって、そう、前までは本当に1年ぐらいお家で浸かってなかったんやけど、最近毎日浸かってるから、入らないと本当に寝れないぐらいの体になったかな。えみちゃんは？えみちゃんは、ライブ前に爪を黒く塗ることかな。そうやね。だいたい黒く塗ってるよね、いつも。そう、時間なかった。で、塗れへんかった時、MC 中に塗るからな。最悪やね。ほんとさ、もう物申したい、そこは。すごかったよね。なんかさ、もう黒じゃないとライブできひんから、そう、黒じゃないと無理。朝とか前日に塗ったらいいのにと思うのに、直前に塗るから、あの、たまにこう、触れる時あるんよ、ライブの前とかって。で、パッて当たってて、あ、危ない衣装危ないみたいな時があるから、ヒヤヒヤします。ヒヤヒヤします。あ、でもね、最近いい商品見つけて、お湯で落ちる速乾のマニキュア、1本1500円ぐらいのやつ買ったから大丈夫やで。そうやってさ、あの、ライブ前とかにさ、お湯パッて当たったりとかさ、そんなんないよ。え、ない？めっちゃ熱いさ、汗とかかいた時さ、確かに。大丈夫？大丈夫、大丈夫。ライブの汗大丈夫かな？大丈夫やで。大丈夫？でも、シャンプーしたら全部取れてるから、結局なんかお湯で、ね。へぇー。そう、お湯落ち。なおちゃんは何？あ、なんかハマってる？私は、もうライブの日に、ライブ映像を、その日の、を見ないと寝られへんねん。あの、まあ別になんか絶対ってわけじゃないけど、大真面目。大真面目っていうか、なんかその日のことは、その日に見たいねん。で、なんか、大体その動画をアップにするのにちょっと時間かかるから、待ってるんやけど、昨日はマネージャーがなんか寝たんか、Wi-Fi 弱いって言って、あと1時間ぐらいで上がりますって言われたから、あの、まあ結構一生懸命待ったね。1時間ぐらいかなと思って、まあ1時間で言ったら結構せっかちやなと思って、1時間半待って、あ、来へんなと。で、2時間待って、来へんなと思って、結局4時半とかまで待って、こうやって一生懸命あの新着あの、更新アップロードみたいなってずっとしっぱしっぱしながら見てたんやけど、上がらんくて朝なんか6時半ぐらいに起きてあの見た。6時半に起きた。4時半に寝て、なんか多分もう不完全燃焼やったから寝覚めちゃったんや。多分マネージャー寝てたで、その間絶対寝てた。なんかあの
画面を多分そのまま広げとかないとアップロードできへんねんけど、多分寝て画面閉じたわあれはうわという気がしてるので、でも私の睡眠をな確保するために、うん、マネージャーには頑張ってほしいなっていうふうに頑張ってもらおう思ってます、うん、ということでアンコール編集部からの質問に答えました、はい、そろそろお別れの時間です。ここで改めてお知らせをします。はい、6月21日にニュー EP グランドスウェル EP をリリースしまし た, やった あ, あもういい曲が4曲、うん、たっぷり詰まってるので、ね、ぜひたくさん聴いてください。イエイイエイ。そしてライブのお知らせです。4月からリバブレートプラスツアー2023を行っています、うん、残すところ7月20日の東京ゼップ新宿公演のみとなりました。ぜひ、来ていただければと思います、うん、絶対楽しいしね。ゼップ新宿パスコード初めてなんでね、うんね、やっと出れるということで楽しみにしてます、ね、はい。そしてその他の情報についてはパスコードの公式サイトや SNS をチェックしてください。そしてアンコールのウェブサイトには私たちのインタビュー記事も公開されてますので、ぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。お相手はパスコードでした。バイバーイ。